今回は栄養たっぷりのコーンスープの作り方を紹介します。鶏ガラスープの代わりに豆乳と玉ねぎの皮の出汁を使います。そうすることで簡単で美味しい栄養たっぷりのコーンスープが作れます。それでは作っていきましょう。まずは玉ねぎの皮を用意します。芯の部分と頭の部分を切り離し皮を剥きます。芯や汚れの強い外側の部分は捨て、きれいなところを残しておきます。皮を水に浸し、酢を少量入れてよく洗います。酢を入れることで殺菌効果とともに旨味を増します。ザルに開けて一度水気を切ります。鍋に玉ねぎの皮と皮が浸るくらいの水を入れて10分弱火で煮ていきます。10分経ったら火を止めて冷まします。冷めたらこします。玉ねぎの皮の効果としてはがん予防、高血圧予防、認知症予防、糖尿病予防などがあります。さらに老化防止、血管年齢が若返る、血液サラサラ、免疫力アップに、花粉症などのアレルギー症状にもいいです。結構綺麗な色になります。これで皮の出汁ができました。材料はクリームコーン缶に玉ねぎ、出汁、貝柱のほぐし身、豆乳、卵です。分量は貝柱 50g、 豆乳 100g、 卵1個、クリームコーン 250g、 玉ねぎの皮の出汁 150g です。鍋に玉ねぎの皮の出汁を入れ加熱します。次にクリームコーンを入れます。分量外の水を少し入れてクリームコーンを残さず入れます。貝柱のほぐし身を汁ごと入れます。これを入れることで旨味はもちろん品が良くなります。なければ入れなくてもいいです。しっかり沸いてきたら豆乳を入れます。豆乳を入れたら沸騰させないように火を止めます。塩コショウを少量ずつ入れます。今まで入れた材料に味がついているので軽く塩コショウを吸うだけで美味しくなります。一度味を確認して必要であれば調整してください。一度沸かしてから火を止めて水溶き片栗粉を少量入れます。再度加熱して、
卵を流し入れます。仕上げにあれば鶏油を入れます。今回は栄養たっぷりのコーンスープの作り方を紹介しました。簡単に材料を量って合わせるだけでも美味しくなります。玉ねぎの皮の出汁を入れると仕上がりの色が少し悪くなりますが、栄養と味はアップします。体によく美味しいので、よかったら試してくださいね。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。